いいですかはい山本です、えー、メディアとコミュニティ東南アジアから考えるということで第二回をさせていただきますそれではスライドをお願いしますはい、えー、こういう、えー、これですねあの今日はその前回の積み残しをちょっとあの初めに時間を取ってお話しさせてもらいますあの簡潔に聞きたいんですけどもまず東南アジアのコロナ対策について何かあの紹介してほしいっていうことがありましたいろいろあると思うんですけれども。 あのシンガポールのことととをちょっと紹介したいと思い思ますシンガポールは行動制限を厳しくしていて国民の感染者というのはあまり出なかったんですけれども外国人労働者の感染者が多く出たとで調べてみると外国人労働者は多くが寮に住んでいて寮の,その,あの環境が悪かったですねたくさんの人が住んで衛生状況も良くないそれで感染が広がっていったということで。 それに対してどうするかというとあの外国人労働者だからその追い返してしまえばいいということには全くならないでその,寮の生活状況をを改善すするととといいうようううよよなな対,対策を取ったというようなことがありますであのシンガポール政府にとってみればその、えー、経済状況を考えるとその外国人労働者に支えられているところがありますからそれはあの 対応しなきゃいけないところですし、まあしかもそのあの経済状況経済状況だけじゃなくてあの衛生とかその生活水準も良くするっていうことであの支援しているということですね。で、あの ちなみにそのこのこの情報はあのそこにちょっと書いてきましたが今日もシンガポールまみれという、えっと、ブログがあって現地に在住の方が日本語でで発信してるんですそれを自分が見聞きしたことだけではなくてあのちゃんとソースを出してその示してるっていうのを日々更新してるのでこういうあの活動をしてる人がいるとあのとても参考になるっていうんであのシンガポール政府の対応とこの現地でそれを発信してくれてる人の,の両方のセットということでシンガポールの例を紹介しました。 でこのシンガポール政府の態度を皆さんどう思いますかねということなんですがあの外国人労働者の,その状況を助けているといっても結局のところそれはそのシンガポールの経済状況を良くするためだし、えー、外国人労働者が感染したらそれが国民が結局困ることになるからそれを防ぐためにやっているんじゃないかというふうに思う必もあると思うんです、まあ、そういう背景も,もちろんあると思うんですね。 でのそれの何が悪いかっていう話でその意図はどうであろうとそれが結局その自分たちのためであろうとそれが相手のためにもなっているということをそのしていいじゃないかっていうねその悪いことをしてるわけじゃなくてその結果として相手のためになる,なるそれが結果として全体の場のためにもなるっていうことを。 どどんどんやっってていこうっていうのがあってそれをあのもう一つの,そのお互いに気に入らないと仮に思ってたとしても協力し合える例としてどんなことがありますかという質問があったのでこのシンガポールの例なんかまさにそういういいのかなと思いましたそれから「外助が分かりにくい」っていう話で前回あのもうちょっとあの明確に言えばよかったかと思ったのは、えー、災害の場合はですね緊急対応と復興をちょっとあの違うかもしれなくて。えー 前回お話ししたのは緊急の時にどういうふうにその助けてもらうか助け合うかっていうお話でした。で外助が分かりにくいって言った方の中でその例えばボランティアなんかはそうですか当たり合いますかって言ってあのおそらくそう当たると思うんですね。だけどその私がこの前回お話しした時に外助で言ったのはで考えていたのは助けることを目的にその場にいて助けるというのではなくて。 あのその場に居合わせてなんか自分がその持てるものを提供する持てる力を、うん、提供することによってお互いに助けになってるみたいなそういう関係があってもいいんじゃないかなと思ったんです。でそういうのをどういうふうにしてあの説明しようかなと思いながら前回のこの第1回の動画を見ながらです、ね、あの考えてたんですけども、えー、そうするとチャット欄とがあって皆さんの書いてくださっているところなんですけどそれを見てこういうことかなと思ったというのは。 えー、私がこうお話ししているところの中であの十分にその話し尽くせないところについてちょっとその周辺的なところこういう周辺と周囲にあたってこういう話が広がりそうだっていうところをあのこんなことかも考えられるっていうのをちょっと言葉を置いてみるとか。 えー、こう話してて分かりにくかったところさっきちょっと分かりにくかったなって言ってみるとかそれに対してこういうことじゃないかなっていうのをこう誰かガイドしてくれるとかっていうのをしているコミュニティっぽくなっててそれをですねその自分がこの知識を知ってるからひけらかしたいとか自分が他人に教えられるからその,その気持ちをそのの確認したいというようなことではなくてあの思ってることをそれぞれが出してるっていう。 この場を共有してる人あるいは後に共有するであろう人々にとっての,その意味があるものになってるってねそういうのがなんかあの外女っぽいなというイメージです。 ということでまあ今日も皆さんその外助の行といいましょうかあのぜひ、えー、ご協力いただければと思いますそれからタイの話もしてほしいっていう話がありましてえっ、ー、とまああの気持ちはわかるんですがあのこの私の今回の講座では東南アジア各国各地域の事情を個別にお話しするっていうことを直接の目的としていませんで東南アジアの事例をもとにコロナ後の社会について考える 時どんなことを考えればいいかっていうのを共有したいということですから、えー、全部の話東南アジアの国の話には出てこないですそれで私がお話をする事例の中で多分一番出てくるのは東南アジアの中でも一番なじみがあるマレーシアを中心に、えー、インドネシアとかシンガポールとかの話が主になる。 と思います。なので、東南アジアではとか東南アジアはといったときに、そのどこの国どの地域を指してるのか、マレーシアとかかなというのはちょっと意識していただければと思います。さて、前置きなんですが、ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日の本題はですね、あの、えー、コロナ後の世界について考える上で、えー、国境とかあのそれ以外のいろんな境界が強まって。えー しまうのではないかそうすることによって例えばそのナショナリズムが強まるんじゃないかというような言い方がされることがありますでそのことについて考えるあのヒントとしてナ、えー、ナショナリズム論、えー、創造の共同体のについいいてて見たいと思っています今日の講習最初にそのマ置キアンダーソンインドネシアの紹介をして「想像の共同体」の議論を、えー、と3つのテーマでお話ししてそれから「 比較の亡霊という「創造の共同体」の次に出た本の話をして最後に「遠距離ナショナリズム」というと書いてありますがこれはあのその何でしょうコロナ後の世界について考えるあの橋渡しになるかなという期待を持ってちょっとお話ししたいというふうに思います。さてえとベネディクト・アンダーソンですね今日するお話はあのほとんど私のお話ではなくて「創造の共同体」ベネディクト・アンダーソンの本の紹介なんです。 アメリカの東南アジア研究で知られたコーネル大学で長く政治学とアジア研究を教えていた先生で数年前に亡くなりましたがもともとはインドネシア研究をしている人でそれからタイとかフィリピンとか東南アジアの他の地域の研究もしていくんですけれどもその中でナショナリズム研究の本を出すそれが「創造の共同体」。 という本で年に出されました日本では1987年に翻訳が出されたということで日本語の本が外国語で翻訳された一番最初の翻訳だったそうなんですが、まあ、そこで書かれた内容というのがナショナリズムの起源と流行についてつまりその「 地球上でですね我々人類社会においてナショナリズムという考え方がどうやって作り生み出されたのか生まれたのかそしてそれが地球を覆うぐらいまであとです後でまた言うかもしれませんがあの注意しておきたいのは特定のナショナリズムの始まりについてではない例えばそのフィリピンナショナリズムがどう生まれたかとかマレーシアナショナリズムがどう生まれたかというような話ではなくてナショナリズムそのものの起源と流行の話です。 でそれ以降あの世界の国々をナショナリズムが覆うと、えー、それぞれの国であのいろいろナショナリズムが変わっていくです、ね、いろんな形になっていくそのどういうふうになっていったのかについて考えたのが比較のとということでありますであのアンダーソンはインドネシア研究をはじめにしたということでしたがそのインドネシアについて 簡単にあの必要なことについてだけ紹介しますえ。図を見ていただいていると思うんですが、その地図は植民地期の東南アジアで色分けされているのは、えー、その植民地支配をした国ごとに色分けされています。<laughs> で、あのこの図で分かること、を言えることは、えー、植民地支配をした国 か植民地支配植民地国家がほとんどそのまま独立後現在の国になっているということですね個別にはあのいちいち紹介しませんが、えー、と図で言うと下の方にある緑色のところたくさん島がありますこれ今のインドネシアにあたるんですがこれがオランダ領の当時東インドと呼ばれていたところでそのちょっと上のところにあるのが、えー、紫薄い紫色に見えるのかな。 えー、エイリオマラヤとエイリオボルネオというのがあってインドネシアとマレーシア、まあうん、オランダ領東インドとイギリス領マラヤボルネオの間の,あの国境線というのは、えー、もともとそこに国境線があったわけじゃなくて。 ある時そのイギリスとオランダの間でここに線を引いたらいいんじゃないかっていうことであサッと線を引いてフスと線を引いてですねでその線より北はイギリス領南はオランダ領というふうにあの決まりましたそれまでその線の両側の、まあ、島々の間では例えば家族親戚がいたり友人がいたりして行き来をしていたのがある時からあの違う国、まあ、植民地というふうにこう分けられていくわけですし それと同時にあのそれまであの違う島でこの島あの島その島別々の島だったのがある時から全部合わせて一つの国一つの植民地というふうになっていくわけですね。そうやって作られていったインドネシアという、まあ、オランダよ東インドというのを枠組みにしてインドネシアという国ができるその時にインドネシアの人々が自分たちはインドネシア人だと思うようになるということなので。 そのインドネシア人になるものの,その起源を探っていこうにも、えー、オランダによって、まあ、オランダとイギリスによって国境線が引かれた時より遡ることはできないその前にはまとまった一つのまとまりっていうのは全くなかったわけですからねそういうふうに考えるとその国民あるいはネーションというものがとても新しいものだというような議論が可能になるわけです。ここれがアンンダーソののの議論の面白いところの質で アンダーソンと同じ頃前後して何人かナショナリズム研究ナショナリズム論の,その有名な先生方有名な研究がいくつかあるんですが多くの場合そのヨーロッパを中心に捉えていてでネーション国民はその近代になって新しくできたものであるというようなことは大体あの賛成してるんですけど、まあ、でもそれより近代より前にそれぞれの国にネーションの核になるようなものがあったみたいなの議論になっちゃうんですね。 それに対してアンダーソンはいいやそうでなくて全くないところから作られたっていうような議論をしているのが興味深いところです。<laughs> さてあの前提はそこまで,で、ね。そして「創造の共同体」という、うん、アンダーソンの研究の紹介をします。はじめに「あの国民ネーションで」でこれよく知られたお話ですがアンダーソンの本で「 ネーション国民の定義としてイメージとして心に描かれた創造の政治共同体であるというふうに書かれています。でここで最初にまずこの、まあ、タイトルが「創造の共同体」っていう本ですから最初からなんですが、えー、アンダーソンのこの「創造の共同体ナショナリズム論の」の何て言いましょうかトラップっていうと言い過ぎですけどあの難しいところがあって「えー、創造の共同体」って聞いた時にそこにも書きましたけど 創造の産物で実体がないいかがわしいものであるあるいは人工的に作り出された観念的なもので儚く脆いものであると受け止めがちですがそうではないというのがまず最初の肝心なところです創造の産物なんですが創造の産物であるがゆえに人々を引きつける力を持つ強力な存在である でそういうあのののが創造の共同体の話です時々ですねその「想像の共同体」のタイトルをあの間違えてるかわざとかあの例えば何でしょう「幻想の共同体」と言ってみるとか「空想の共同体」と言ったりする人もいますがこういうふうに捉えるとアンダーソンの議論を最初から入り口から間違えちゃうことになっちゃうので注意が必要です。 ついでにあのおまけですけどあのなんでその幻想の共同体と思っちゃうかなっていう,もう理由の一つとして多分日本には「あの共同幻想論」っていうそのとっても有名なあの似たようなあのタイトルの本があって「え国家は共同幻想である」みたいな話議論をしてますんでそれのイメージが強くてあこのアンダーソンの「想像の共同体」も「国家はあの幻想の共同体なんだな」っていうふうにあの思うのかもしれません。 えー、共同幻想論については私はお話ししませんがたまたまなんですけども本当にたまたまなんですけど、えー、NHK の、えーと「100分で名著」でしたっけねの今月がこの共同幻想論の話ですんで、えー、比べて見ていただいて関心がある方は比べていただければと思ったりしますさて次のトラップなんですがまあトラップじゃないな次の,あの何でしょうあの次の,あの定義 ですけども、アンダーテイジじゃないな、あのー、次の、まあ、次の話です。え、創造の共同体の中で、アンダースの国民が、あの、創造されるってうんですけど、どのように創造されるかっていうのをいくつか言ってます。限られたものとして、試験的なものとして、一つの共同体として創造される。で、これもね、すっと読んじゃうと、まあ、そんなもんかと思って、すっと言っちゃうんですけど、結構ここがポイントかなと私は思ってまして。 というのはのアンダーソンはそのいろいろなその言葉あのに自分内のイメージを持ってるんですけどもそのことは当然よその人も同じような思ってるだろうかなと思って、えー、説明しないです。でもそれはよその人が持っているのと違うイメージかも少なくとも私というのは、ね、イメージが違うんで最初にこれを見たときにはなんかスーッと読み流しちゃったんですけどそこであのつまずいたところでした。で、あのどういうことかというと その限られたもの試験的なものそして一つの共同体として創造されるというのはだから大したことないんだっていうこの限られたもの試験的なもの一つの共同体であるっていうのがなまあ、うん、しょぼいっていうと何でしょうけどなんかその大したことないそんなものにあの命を掲げ,捧げる命をかけるなんてことはもう考えられないようなはずなのに。 それに国民にみんなその,のために犠牲になるのが不思議だという話ですで。じゃあどういうことかっていうと逆に考えるとどういうものであればその命を懸けるような価値があるかっていうと、えー、何でしょう限定されてないどこまでも行く誰でも入れる全員がそのに成り立つっていうようなのがまあ一つですしそれから。 その裏にそのあれを持ってにかな上にかなその絶対的なあるいは超人知を超えた何か不思議なものがまとっているそういうものであればそこに命をかけてもいいって思うのかなと思うんです。もうちょっととこの文に即して言いますと 国民は限られたものとして想像されるというのは、国民、一つの国民、例えば1億人いる、2億人いる、あるいはその,あの10億人いるだろうが、20億人、30億人いたとしても、そこに入れない人が必ずいるというんでそ、国民じゃない人がいるということがあるのが前提ですから、そういう意味で、あの全部が入れるわけじゃない限られても、どんなに数が起きてもやっぱり限られたもの。で、もう一つは試験的なものとして。 創造されるこれるこがちょっとあの,癖ものだと思うんですね、えー、主権的なものとして想像される国民主権だとするとその国民が自分たちのことを決められるからその良いことだというふうに思いがちですが多分アンダーソンの考えはそれと違って、えー、この平たく言うと何でしょうその結局所詮あの人間世界で決めたこと人々の約束事でしかない人間同士の話でしかないです。 それに対して例えばあの宗教共同体みたいなのを考えるとその裏にというか上にかなそのあの、まあ、神様といいましょうかあの人を超越した存在があるなので宗教共同体のために自分が犠牲になってもそれが別のところで何かその救済されるとか評価されるとかっていうふうな思いが抱けるってもおかしくないでも国家国民なんてあの人が決めただけの話でそれのために自分が犠牲になったらどうしてそれがその救われると思うのかわからない。 ようなね。っていうような話です。で、1つの共同体としてっていうのはこれはちょっと。まだあの私もよく分かってないところもあるんですが。水平的なその同士愛によって結びつくというふうに考えているものが共同体ですよね。その人と人がその同士愛で結びつかなければいけないっていうことではないのではないかと。そういう必要はないのに、そういうふうにして創されるというところが、まあ、そのネーションのあの創造のされ方であると。 というのでそうではないものをアンダーソンはあの想定しているということをちょっと思いながら次の話に進んでください。で次があの「自立と解放」ということであの分かりやすくなるか分かりやすくならないか分かりませんがちょっと私のイメージを図にしてみました。え上の方に「点々点」と書いてあるのはそ,のそれぞれの,そのドット点があの人々人だと思ってください。こで言えます で点線で丸が作ってありますがそれは、まあ、あんまり意味はなくてえ何らかの形で人々の間にあのくくりがあるもしかしたら一つの島に住んでいる人たちだからその島だけくくってると思ってもいいですし、まあ、その山と川によって限られているところの中で,でもいいですしそれ自体、まあ、今の段階ではあまり意味はないんですが、まあ、そういう境界のもとになるものがあって人々はたくさんいて。 で A, A ではその点々だったところが上の矢印になってます。でこの矢印っていうのはそれぞれの人が自立と解放に目覚めて自分たちの自分の自立と解放のために努力してるところだと思ってください。上に向いてるのはなんか、まあ、木の種を植えたら上に育っていくようなイメージなんですが自立と解放のためにそれぞれが努力をする。でそれぞれが自分の自立と解放のために努力をすれば それぞれぞがーーすばでよ他人があのどう努力してるかっていうのに自分は直接干渉されない関係ないわけですあの人が努力してるから自分がの努力が無になるっていうことはないしあの人が頑張ったら自分がもっとその助かるっていうことじゃなくてそれぞれがそれぞれの場で努力するっていうのを考えたときにそうすると何らかの形で区切りっていうものはあるかもしれませんがそれは区切りはあまり意味を持たない。同じ島に住んでいる人たち が努力したところで、その島の外に住んでる人たちが、あの努力が減るわけでもない,っていうんで、区切りは区切りでしかないということになります。これがなんかアンダーソンの考えるそのナショナリズムの元の形、理想的な形ですかね。で、それに対して B の方を見てみると、えっと星が書いてあるんですが、その星はそれぞれのまあそのその政治権力があると思ってください。で、政治権力がある場合には自立解放を求めて努力するときに。 あのその政治権力との関係であの事実解放を考えざるを得ない、うん、極端に言えばそれを政治権力をやっつけて自分がそれに変わっちゃうでもいいしあるいはやっつけないけどもそれに近づいて自分がその近い場に行くでもいいしあのいずれにしろその政治権力との,その関わりでええー 自立解放を求めるです、ね、そうするとそれぞれの間で人々の間で争いとか戦いとかが起こってくるでその結果としてただの区切りだったはずのところが廃他的な関係になっていったりするっていうようなことです、まあ、あのかなりあらゆるなのであのそれぞれ咀嚼していただければいいんですがつまり、えー、自立と解放に目覚めた人同士はお互いに争わないんだというのがその基本的な考え方です。 さて、えー、それでこれをもとにそのするんですが今言ったように自立と解放に目覚めた人同士はお互いに争わないただし現実には国民がどうなっているかというと実際には区切られたものとしてあるいは偶然を宿命に転じたものとして想像されていく偶然を宿命に転じたものっていうのは えー、たまたまそこに居合わせただけの人なんだけれども、お互いにそれがその運命共同体だと感じる。っていうような意味で、使っています。その話を、うん、からちょっと歴史的に。ちょっと、うん、紹介します。あの、南北アメリカの話で、あの、南と北はそれぞれあるんですが、わかりやすく言うために、その、南だけの話にして。えっ、ー、と、ヨーロッパ人というのはスペイン人というふうにしてみましょうかね、これは、えー。そこに入植していった、スペイン人の子がいて。 それはスペイン語を話すしキリスト教徒だし見た感じもスペインで家でもスペイン風の,その暮らしをしてるんだけどでも現地で生まれたという人がクレオールと呼ばれる人たちそれがあのその人たちが、えー、とスペインのことを本国だと思って本国意識を持っていたのが、えー、入植していた先で、えー 自分たちのそこを自分たちの国だと思うっていうような話なんですが時間これちょっと大丈夫かなってちょっと心配になってきたんですがでもちょっと行きますん、ね、前半ちょっとあの話しすぎたかなあの。教育と行政の巡礼権がありまして、えー、とどういうことかっていうと,、えー、と行政の単位植民地内の行政の単位を作った時にそこで官僚制度を作って。 えー、統治をするで、その官僚の予備員を作るためリクルートのために教育制度を作るで、その教育制度に乗っかってって勉強していく人たちのことを想像してください大学日本だと今たくさんありますけどあのかつての植民地で例えば一つしかない二つしかない首都ぐらいにしかないというところをイメージしてください小学生 小小学学校校ににに入った時に自分ののの近くの小学校に行く行そうするとその、まあ、知り合いとか、まあ、知り合いじゃない人も含めてその同級生がいて中学生になるとちょっと大きな町に行くそうすると見たことのない会ったことのない人たちがいるそれは学区がちょっと広がってちょっと遠くの人が来るからですねで高校に行くともっとそのあの遠くの人からも来るようになっていくっていうふうにして、えー、大学まで行くと。 これまで自分があ,のあんまり見たり聞いたりしたことないようなちょっと変わったアクセントをした人が来るとか服装とかちょっととかかか変わっただから習慣が違うう人とかがと出会うかもしれませんでそういったその教育の,その階段を上っていくる途中で何で自分はこの人たちあの直接会ったことなかった人たちとどうして今一緒にいるんだろうかって考えた時に。 細かい理由はいろいろあるでしょうが突き詰めて考えるとなぜなら私たちはこの植民地で生まれ育ったからという理由しかないですねで大学を卒業して今度役人になったとしますで最初の頃は村に派遣されてその村に行ってでちょっと昇進昇級していくとそのちょっと近くの町に行ってでそれからさらにもうちょっと大きな町に行ってでどんどん昇進していくと お,おそらくついには首都の役の所の中央に行くですよねその過程で自分の,その同僚たちいろんな同僚に出会うあるいは役所の仕事をする対象相手と出会っていくでそれぞれ見たことなかった人たちたちとその接していくでさらにその中央に行くでその過程でどうして自分はこの人たちと一緒に仕事をしてるんだろうか一緒にいるんだろうか。 って思ったときにいろいろな理由はあるんでしょうけども突き詰めて考えるとなぜなら私たちはこの植民地この国で生まれ育ったからだっていうことしか答えが出てこないっていうんですで。そこで話は終わりではありませんで、えー、とそ,のその中央の役所にあの同僚の何人かは本国から来てるつまりスペイン生まれ。 なのでさらに出世するとスペインに行くんです、ね、そこでさらに出世の回路を進んでいくでも自分は本国の中央まで行ったらそこで止まってそれ以上上には行けなくてそこからスペインに行くことはできない前によっては自分の方が優秀かもしれないけどでもそれ以上進めないなぜなんだろうかっていうのを考えるとその理由はやっぱり突き詰めて考えるとなぜなら自分はこの植民地で生まれ育ったから現地生まれだから現地育ちだからっていうふうになってくる。 そういったことを一、まあ、人だけじゃなくて何世代か続けていくことによってその植民地という行政の枠の中でこの,この範囲の中で自分たちがここが自分の国だとでそれは本国とは違うんだというようなことが想像されていくこれがあの区切られたものとして想像されるという意味ですしそうすることによってその中にいるその範囲の人たちがあのたまたま出会った居、うん、合わせた人かもしれないけども。 その一緒に国にいるっていうのは宿命だというふうに感じられていく。これが元々南北アメリカでこの始まったということでアンダーソンはエスニックな筋を問わない厳重までによるナショナリズムというふうに考えています。あのエスニックなっていうのはま民族的なっていうふうに考えてもいいんですが、元々そのどんなあの民族的な まあ民族ってもいろいろ定義があるんですけどそれを細かく見せるのでちょっとここはなしにしてどんな民族の人であろうともその現地で生まれた人たちであればその同じ運命共同体だと思うというのがその考え方です。でこれがあのヨーロッパに、うん、も持ってこられるとどうなるかというと,、えー、と支配階層が生き残りのために国民の代表として振る舞うというふうに書いておきましたが。 あのヨーロッパではそれぞれ大体まあ国ごと、まあ、国と、まあ、大大大およそ国ごとにあのそれぞれ違う言葉をそれぞれ言葉を話す言葉が使われるようになっている。で支配階層っていうのはそれまではえ民衆とは違うからこそ好奇であるあの他の国とその通婚しているので違う人たちとの,その血が流れてるとか違う国の言葉を話すとか。 違うような服装をしてるとか場合によってはその体が大きいとかっていうようなあの違いがあるからこそ,その支配階層であるというようなこの理屈があったんですけどもしかしその国民たちの間でその同じ言葉を持つ話す使う人たちの間でそのナショナリズムが高まってくると支配階層はそれで生き残りのためにですね自分たちもその国民に対して同じようなの言葉を話すようになるあるいは同じようなあの 文化を取り入れて国民の代表としておるは自分たちこそ民衆と同じその代表なんだで例えばその,、うん、その国民その民衆の,その生活様式みたいなのを率先して取り入れて国民の代表であるみたいな態度を取るそうすると今度はその逆にですね国民たち民衆がその支配者たちの姿を見てあそれが自分たちの文化なんだっていうんでそれを逆に真似しようとしたりするみたいなそういうのを皇帝ナショナリズム でアンダーソンの先ほど見たそのナショナリズムの考え方か,からするとまあ嘆かわしいというんでしょうかあの違うナショナリズムかなということになると思うんですけどもそういうのが出てくると。でこれが 植民地化されなかった国々あの日本とかタイとかそういう国にも伝わっていくナナショナリズムが受け入れ,られていくそれに対してアジアやアフリカの植民地では先ほどの,その南北アメリカのようなそのエスニックな質自を問わない現地生まれのナショナリズムアンダーソンはこれを正真正銘の民衆的ナショナリズムというんですけどもそれがこう伝わっていく。と同時にヨーロッパの植民地支配の制度を通じて皇帝ナショナリズムも入っていく。 なのでアジア・アフリカの植民地では正真正銘の民衆的ナショナリズムが育つなので、えー、独立戦争をしてアジアジヨーロッパの国々から独立を勝ち取るそこまではあの民衆的ナショナリズムなんだろうけどその瞬間にですねその指導者たちが皇帝ナショナリズムを持ってその国をあの、まあ、あの治めていくというふうになって、まあ、その部分は嘆かわしいかなというふうになっています。 さてその、えー、と今のところですねアンダーソンの「創造の共同体」っていうのは、えー、ナショナリズムネーションという考え方がどうやって生まれたかそしてそれがどうやって広がっていったかのところまでで話が終わりましたので今までしたところでおしまいなんですでもその後あの多くの国が独立して現在ほとんど地球上の多くの国でほとんど全てのところでそのネーションというものがその広まっていって覆うようになってでその後であのでネーションナショナリズムが変わっていく。 変わっていってたんですねそれをについては総動の共同体では議論してないんですがそれについてその次の本のこれそれをちょっとょ紹介したいと思ったんですがほとんど時間がもうありませんので、えー、と今日はこれ、えー、のオンラインでやってるということもありますんでちょっとお試しで、えー、140字でそれぞれあの紹介するっていうのをちょっとやってみたいと思います。 っていうのはあの私あの大学院生の頃ですねそのゼミの仲間と本を読んだりするとには一章どんな長くても短くても100字でまとめる、まあ、ここでは140字言いますけどそうするとあの抜け落ちちゃうところはあるんだけどその,あの肝の部分だけ取り上げられるのでそれを。 お互いに持ち寄って見ることでその本どんなこと言ってるのかっていうのが分かるかなっていうのをやったことがありましてそれをあの久しぶりに引っ張り出してきて比較の亡霊を1章あたり140字であの紹介しますただあのでも時間の都合で多分ねあのパッパッパッとこの見,る見ていただくしかないんで全部あの読んでいただくことはできませんしそれぞれの章について解説はあのしません。 あの赤字でで抜いておきまました、ね、そこを読むだけどどんどん進みますなのでこれからしばらく数分間はあの比較の亡霊の紹介なんですがここであの紹介することを全部はおうと思うととても無理ですからそうではなくてアンダーソンがナショナリズム先ほど言ってたようなナショナリズムというのを理想としてたのにそれが独立後の東南アジア現在の東南アジアでどういう形になってしまっているのか嘆かわしいと思っているところを 見ていただいてでも希望があるんだって思っているところをちょっと見ていただければと思いますさていきましょうかまずその第1部はあの3つの章があってこれ「ナショナリズムの長い子」っていうタイトルがありますけどあのナショナリズムがどう生まれたのか中身は創造の共同体と被るところがあります。第1章章ナナショナリズムアイデンティティィ系列性の論理という章では 見かけは違っても自分と立場が同じ人々が世界にいるということに気づくそしてそれぞれによる権利獲得は本来奪い合いにならないというのはさっきした話と似てますねどんどんいきます第2章「レプリカ・アウラ・後期ナショナリズム」という章ではナショナリズムは20世紀後半に世界各地で皇帝ナショナリズムと結びついたという話をしていますあの上のその上の部分はちょっと紹介しませんので進みます 人は移住先で故郷での属性を掲げて権利要求を行い移住先にとどまったまま故郷に対して無責任な介入を行えるこれは今日最後にもう一回ここに戻ってきますんで後でまたやります。で第2部「東南アジア各国研究」というタイトルでこれはその独立後の各国でどこでナショナリズムが歪んだのかということを言っています。えー、東南アジアのそれぞれの国が好きな人にはちょっとショッキングなことかもしれません。<laughs> 第4章「暗黒の時代光の時代」これはインドネシアについての章で社会が善や正義とすることについて形式の維持にこだわるのでなく時代に応じた形で実現しようとすることで過去に根ざした事実が可動になる今日のインドネシア人はこのことを理解しているのかいないだろうという第5章「専門的な専門家の夢」これもインドネシアの話です。 根性,性をは、性,性を排除した完全なる社会を追求する限り社会変革は夢に終わるし社会に直接役立つような知識の提供は肯定ナショナリズムの強化を招きうるという話です第六章ジャカルタの靴に入った砂利これもインドネシアの話ですがインドネシアは東ティモールを併合して交通通信インフラや近代教育制度をもたらした しかしインドネシアには東チモールを含んだナショナリズムが想像できないです。第7章、ここからタイの話です。禁断症状で、タイの新興ブルジョア層は真のナショナリズムの担い手になり得たはずだが、アメリカ撤退後の混乱で保守化し、自由な学生たちを教威と見たです、ね。第8章、現代シャムの殺人と進歩。これもタイの章ですが、新興ブルジョア層は、 議会を通じて自らの存在と活動を正当化しようとしそのための邪魔者を政治的殺人により排除するようになった真のナショナリズムとは無縁である第九章はここからはフィリピンの章ですフィリピンの貸し受民主主義教育を受けた人は国外流出するし選挙は地方有力者を交代させても国の性格は変えないこれがフィリピンナショナリズムの現在の正体である 第十章最初のフィリピン人これはあのノリメタンヘレというフィリピンの最初の小説についてなんですがアメリカ化のため単一言語に翻訳されたそうするとエスニックな筋を問わない言中までの意味が損なわれてしまったという,ふうな話ですノリメタンヘレ参考文献にま挙げています第十一章想像することの難しさこれもフィリピンですノリメタンヘレの翻訳されたという話ですね改ざんされたということです しかしその改ざんは役者の悪意や力不足のためではなくアメリカ化すなわち過去との切断と言語の一元化それがもたらした認識の断絶のためであるなのでリサールの主張も進化も現在のフィリピン人には想像できてないんだと厳しいことを言っていますで第3部は比較研究ってことですがではどこに希望があるのかっていうのを4つのことで言っています第12章東南アジアの選挙 選挙を通じて決めた政策を実施するには国全体を覆う有能な官僚機構が必要であるということで支配者ににを突きつけろといいう,ふうに言っています第13章「共産主義後のラディカリズム」では社会の終焉に追われた人々が過去を掘り起こして各行為にラディカリズムが国境を越えて再生産される希望があるという希望の話ですね。 第14章勝手に逃げろという章では経済成長の話なんですが、開発独裁は相談沈没する。それぞれ逃げて指導者の沈没に巻き込まれるな。逃げて死亡指導者を沈没させろと言っています。第15章マジョリティとマイノリティというところでは、マイノリティはマジョリティの一員として振る。舞わざるを得ないかもしれない。 それは同調圧力という抑圧も招き得るでもマジョリティに対する交渉力の源になるという希望もあるんだなので多数派になりすまして食えというふうに言ってるのかなで第4部ですね何が残されたのかというタイトルですがでは何ができるのかというのを考えています第16章の「不幸な国」では、えー、プラムディアのブート4部作という参考文献に挙げておきましたけどそれを示して「 ネーションが自分を語ることではなくネーションがが語語語られるるる様子を語りとととしててことに可能性があると言っていますそして17章「ネーション」の全盛では、えー、人間の創造物に過ぎないネーションに対して人々はなぜ個別に善悪を判断せずその要請に従うのか今を生きる私たちが正真正銘のナショナリズムを実現するためこれらに変わる手はないのかということでありました。 随分その,あの駆け足であのずっとやってまいりましたがアンダーソンがナショナリズムっていうのをどういうふうに考えていてそのつまりそれぞれのその持ち場で,です、ね、いるところで自立と解放のために努力するのがナショナリズムの本来あるべき姿でそうであればそのエスニックな違い、うんまあ意味を持たないあの区切りは区切りでしかないお互いに戦うこともないというふうに考えていることがあの分かっていただけたかなというふうに思います。で最後にですね あの遠距離ナナショナリズムの話をちょっとと考えたいと思い思ますこれは私が結論が出てるわけじゃないので皆さんと一緒に考えたいということの内容をの書いていますんでちょっとまとまりが悪いんですが、えー、上げておきましたまず遠距離ナショナリズム、まあ、遠隔地ナショナリズムというかこ,とこともありますけども比較の方法の第3章を先ほど見たところであるもので、えー、もう一回見ておきますと。 人は移住先で故郷での属性を掲げて権利要求を行い移住先にとどまったまま故郷に無責任な介入を行える。どういうことでしょうねなんかその具体的に言うとまたいろいろ問題があるかもしれませんが例えば、えっと、日系人日本に出自を持つ人が。 どっか、まあ、仮にアメリカにしましょうかで、ね、アメリカであの国籍市民権を持ってそこで活動するときに自分は日系人だっていうことで日本の,あの、まあ、政治とか社会に対してその介入をするそうするとその人はもうアメリカ人なんですから日本に対しては責任を負わないのにその人がその何か言うことによって日本社会に対して何かその影響力を持つじゃないかとそういうのは無責任な介入であるというふうにして。 いうこの,あの言ってることの意味はわかると思うんですねそのエスニックな羊によらない現地生まれの人たちによる自立解放というのがアンダースのナショナリズムですから人々はその今いるところでそれぞれが自立解放すればよくてそれが他人の影響をお互い干渉し合わないはずだと言うんです。 ただそのこの遠距離ナショナリズムの,このアンダーソンの議論を私たちその受けどうやって受け入れ止めればいいのかというのは悩んでいるところでして、まあ、それはあの私がナショナリズムの,その海賊版に侵されているからかもしれませんが、えー、もうちょっと考えてみますとアンダーソンがもともと考えていたそのクレオールのナショナリズムでは、えー、とスペイン人が元本国のスペイン人が 言葉の上でも宗教の上でも生活習慣でもその本国と植民地とった先と同じでそのような人たちのことが元々念頭に置かれていたわけですね。でもその独立後の現在ではそ,のそれよりはるかに多数の多様な多様な移住,者移住者がいて。 行った先の国でその国の言葉がその直ちに話せるとは限らない人たちそれからエリート層だけが行くとは限らなくていろいろなその立場の人たちが移住してるわけでしてそういった人たちはそれぞれ行った先で個人で努力をするのがその筋であって。 えー、まとまってそのエスニックな民族的な文化的なことを主張するのは適切でないというのは主張としては分かりますがそ,のそれがどこまでその通用されるんだろうかというのは悩むところです。でさらにあのポストコロナの世界コロ,コロナ後の世界で移動制限がされることになるかもしれない。でしかも移動制限に加えてその 通信技術の発達によってその動画等を使ったあの見た目で分かるようなま直接の言葉を使わなくても通じるようなコミュニケーションが密接になっていくってなった時にこのことをどう考えればいいのかっていうのはあの難しい問題です。なので差し当たっての問いは出身,出身地の属性を維持したままあるいは出身地との関係を維持したままで出身地以外での活動をすることをどう考えるのか。 それはあの移住した側、うん、出身地から別の場所に移住した私がそこで、えー、どう受け入れられるどううのように活動するのかということでもありますし逆に受け入れる側自分たちがいるところによその地域の人たちが来た時にその地域その人たちが え出身地の属性を維持したまま、出身地との関係を維持したままで、その社会にいることを受け入れるか受け入れないか、どう受け入れるかということとも関わってくる問題です。であの今日はそれについてはあのお話はこれ以上はあのありませんのでえ、これについてはですね次回の「コンケスト影響が育てるコミュニティ」というところでえ東南アジアのプラナカンの経験をもとにあの考えてみたいというふうに思っています。 ということであの、まあ、今日はまとめはないんですけども参考文献を挙げておきました「創造の共同体」それから「比較の亡霊」ですねで途中でできた「ブルートの4部作の4作それあの長いあのそれぞれ700ページぐらいずつあるから2800ページぐらいあるのかなぜひ読みくださいあのまあ時間もあんですかねその4部作でその大河ドラマみたいなんですけども 123と読んで途中読んでいくと最後でそ,のそれまで読んでいたお話を別の視点から語られるっていうんで、えー、何でしょうえっ、ー、とリング・螺旋に対するループって言いましょうかあのマトリックス・リローで。 と言いまましょうか、まあ、そういうふうに言っちゃうともしかしたらあの何だろう仮想現実だと間違えられちゃうかもしれませんがそういうことじゃなくて、えー、っと分かる人だけは分かるかなその違うあの見方からするされるっていうのであの興味深いです。ノリメタンヘレは」はフィリピンの最初の小説ということで、えー、これ小説もものすごくその読ませる小説なんですがまたねこの「中」がねこのいろいろこの「 あの知識豊富な宙が良いのでそれもまた是非見ていただければと思います最後に私の方をちょっとの、うん、宣伝型で紹介させていただいたのはん、えー、だろうその新聞と雑誌とかってその出版物を通じて互いに異なる人々がどうやって一つの同胞、えー、意識を形成するかっていうような話の。 一つとしてもしご関心があれば見ていただければというふうに思いますあとはまないですねはいあのすみませんかなりの巻き巻きでお話し,しましたが、えー、戦わないナショナリズムアンダーソンの創造の共同体それから比較の亡霊の紹介をさせていただきましたお話は差し当たりここまでですはい。 はい、ありがとうございます <laughs> あの,あの「いつもどこでシャツを買われていますか?」って言うんですがシャツはいいですねこういう質問から入るっていうのはえっ、ー、とまあシャツを買ってるのはあのいろんなところなんですがそのいいとこに目をつけたっていうのはそのまあ 本人に聞くとそれはたまたまあのその辺にあったシャツを着ててそのんでしょう、えー、選択しちゃってこれしかなかったんだっていうのかもしれませんが本人がどうしてそれを着てたのかともかく今このシャツをここで着てるということはここにそれにはこんな意味があるに違いないなんていうの読み解きをしてみると、あのー、面のすいませんなんかこの <laughs> 答えにはな,な,ないですかね。 それでえー、とアジアアフリカの民衆ナショナリズムは正真正銘のナショナリズムであるとすると植民地にされたことが良い結果を生んだという理論で植民地を肯定することになりませんかうーんと 良い結果を生んだ、まあ、良い結果を生んだということで、そのだと思います。植民地支配を肯定していることではないと思うんです。ただ、その植民地、あの、支配をした結果によって。えー、その正真正銘の民主的なシナリズムが生まれたということです。で、あの、なですかね、その、うん。直接つながるかどうかわかりませんが、アンダーソンの議論で、もう一回、あの、振り返っていただけるとなんですが。えっ、ー、と。 近代化をその与えるとかということによって植民地を近代化させるあるいは近代的な制度をその与えるということですその結果としてまあいろんなものが出てくるわけですがそれの結果あの植民地の中で、えー、その本国に対抗するその民衆的なアイデンティティ民衆的なそのナショナリズムというのが醸成されたということですけどそれを与えた側の本国の側はその植民地まで 含めた形でのナショナリズムというのは、想定、想像できなかった、できてないんだ、というようなことですね。っていうのは、まあ、もう一回、考えてみるといいかなと思います。肯定ナショナリズムって、否定的な意味を持つのですか。えっ、ー、と、うん、あの、今日お話ししたのは、そのアンダーソンの議論を紹介するということでしたので、えー、まあ、アンダーソンのが、ナショナリズムをどう見るか、ということなんですけど、やっぱりアンダーソンの、まあ、あの。 えー、それぞれの人が、えー、自立と解放を求めるっていうその動きをするあの努力をするっていうことでそこから考えるとそれをその後からそのなんだろう乗っ取って、えー、違う形にしていった、まあ、海賊版海賊版にもいろんなあのいい海賊版悪い海賊版もあると思うんですが。 えー、支配階層たちが自分たちの生き残りのためにやったのが皇帝ナショナリズムでそれをあ,の、まあ、ある意味その民衆がありがたがってしまっているところがあるというのが皇帝ナショナリズムなんだと思います、はいえーと。マレーシアから独立したシンガポールのナショナリズムは他の東南アジア諸国のナショナリズムと比べて何か特徴がありますかかマレーーシシシアから独立したシンガポールののナショナョリズムの特徴はありますか うーんこの場合のナショナリズムっていうのはどういうことですかねあのよく言うあの今日は違いますよっていうかやらなかったんですけどそのよその国と違うっていうそのこの文脈で言うとシンガポールはマレーシアと違うだから切り離したんだっていうようなことを想定してるんでしょうか。 どうなのかなちょっとうんと質問の意図をちがうまく捉えられてないかもしれませんちょっとまた後でまた変えるかもしれません次にいかせてもらいます。故郷の属性を掲げないで本来的に個人に備わったものと主張して権利要求を行うのは無責任ではないないって小吉うまくないのかないだろうなのかな。 本来的に個人に備わったものと主張して権利要求を行うのは無責任ではないかという質問でしょうかうん公共の不正を掲げないで自分に備わったものとしてほほ 本来って個人に備わったものだと思っていることがあるけれどもそれは結局のところ故郷かどうかはともかく自分がその生まれ育った環境の中で醸成されたものなのでそのことを意識しようということなんですかねそれはもしかしたらあの、えー、とコミュニタリアン的なあの考えいということで、えー、玉先生ににお伺いした方がいいししたがののかもしれれまません、まあ、ここ次次回回るとで考えます外国人参政権とかにも関係があるかっていうのはうん。 具体的にそれを、あの、制度として、どういうふうにするかって言ったら、参政権の問題に関わるのかもしれません。はい。えー、っと。結局ナショナリズムというのは、養っていくと良いものなのか、という質問があっても良いと思う。ナショナリズムなんて、そもそもいらない、というのは暴論ですかね。うん、これもやっぱりナショナリズムを、どう考えますかね。うん、そのそれぞれの、人が、その、あの、自分の立場を良くしようと思って、する努力をする。 っていうことはあのなくなるなからないっていうかそれは当然あるもの人類社会はそれを目覚めてしまったのであるということですので、えー、なんか良いものか悪いものかっていうかと 考アンダーソンの議論はその、えっと、人類社会はそのナショナリズムに目覚めたので,そのでしかもすでにその地球上全部がなそのほぼ全体が覆われてしまったのでそのナショナリズムみたいなものを考えないで生きていくことはできなくなったんですけどそれがあのここから先変質していくのかということで、えっと、ちょっと話はそれちゃうかもしれませんが。うんと ナショナリズムが出てくるので重要だったのはそれまでの,その人々の考え方はそのメシア的な時間と言いましょうかその時間というのは過去から現在まで未来にずっとそのなんかそう淡々と流れていくわけではない。なののでそのあの 神様がそのある時目の前にこう現れだかでそれが新聞とかあの小説とかが登場することによってえ今この時点でほ他のところにも他の人々がいて他の人々が違うことをやってるんだっていうふうに思うことで時間というのは淡々と流れていくんだっていうことがわかる認識されるようになったっていうのが結構大きかったっていう議論なんですね。でそれがあのこの先も それが最終的なその到達地点なのかそれともしかしたら時間の考え方について新しい考え方が起こりうるのかっていうのがちょっと関心があるところでとりわけその何て言うんでしょうインターネットの時代で変わるのかもし変わるのだろうかいろんなあの可能性があると思うんですけど。 あの新聞というかニュースを見てると時々その何年か前のニュースがバッと出てきてあ今こんなニュースがあるのかと思って見てみるとその数年前の話だったりして驚いたりするっていうのがあってそうするとあのなんでしょうインターネット的なその情報のやり取りができるようになると。 えー、時間が過去からずっと未来に向かって淡々と進んでいくのではなくてあのそういう例えで言うと時間が止まってしまったのかもしれない止まるのかもしれないなん思ったりしてでそうしたらそのナショナリズムという考え方と違うものが出てくるのかもしれないなんて思ったりしますまだちょっとこれ素人なのでなか分かりませんがでえっ、ー、と,んとお日本のナショナリズムは聖徳太子の頃から変わっていない気がするのですが。 どうお考えですか日本のナショナリズムは聖徳太子の頃から変わってない、えー、っと今日のお話に従うとナショナリズムという発想自体は聖徳太子の頃にはあの、ま、なくて後になってあの日,本にもたら日本にも及んできたもので。えー アンダーソンの議論だと日本はその植民地化されていないので肯定ナショナリズムっていうのがこう入ってきてそれを受け入れてるっていうところがあるってりうんで10代20代のデジタルネイティブ世代はバーチャル空間でのナショナリズムやネーションという概念を持つようになるかも。 うん、さっき言ったことちょっと重なりますよね。そうですね。その、うん、バーチャル空間でのナショナリズムやネーションでそれがナショナリズムなのかネーションなのか、もっと違うものなのかということにはとても関心があります。ただあのまだその経験が短いので私はすぐそれに対する答えはないんですけども考えていくのが大事だと思いますで。それに関連してまたこれもちょっと話しとれますが、えっと。 バーチャル空間にというのであの前回の話とも関わるので思いついたんですけど、えっと、災害情報と情報災害というのがあって情報災害っていう考え方がありますそれは、えっと、2011年の東日本大震災の後でそで日本で言われてたんですけどもあの政府 あるいはその大学とかマスメディアが正しいことを隠してるっていうような思いがあってで正しいことはどこかにあるに違いないと思ってでインターネットの世界にあるだろうとでインターネットを探しに行くでインターネットっていうのはそのあの、まあ、ほぼありとあらゆるっていうと語弊がありますけどたくさんの情報がありますからそこを探っていけば必ず自分があのこういう情報があればあのいいなと思う情報が見つかるものだって それが正しいか正しくないかかともかくなのでそ,そこにあるとまたさらに別の情報を探してあのインターネットの世界をその深くダイブしていってしまうっていう、ね、取,り取り憑かれてしまうっていうのがあって、えー、とそれをあの情報災害というふうになの言ったりしてるあの言われたりしてるんですがそういうこととも考えながらバーチャル空間でのナショナリズムやネーションの考え方っていうのをあの考えた方がいいかなと思ったりしています。 うんとあとえー、っと「ナショナリズムについて理解するのは何から勉強したらいいですか?」「勉強するかどうかは分からないけど何からだと分かりやすいのか?」「ナショナリズムについて考えることってどういうメリットがありますか?」そうですね「想像の共同体」って結構難しいです。あのー 私が学生だった頃1990年代はもうあの大学生は大抵これを見てあの読んでても読んでなくても思ってて「想像の教導体読んだ」って言ったりしてるんでしてましたこれをあのから入るのはよいよと言いたいところですが結構難しいですよね、うん。何からだと分かりやすいのかなっていうね。うん ちょっとあの考,えます考えますけど分からないかもしれません、えー、とあとあのウルトラマン好きかっていうのは、えーとまあ、あのイエスかノーかで言えばイエスですけどウルトラマンよりはウルトラセブンです、えー、それから ASEAN は国家主権を維持する形で共同体を構築しているので EU のような事態は起こらないと思いますか EU のような事態っていうのはあのどうかっていうのがちょっと分かりませんでしたが えっと前回 ASEAN の,アアの話がありましたねで ASEAN アアと EU の違いは何かというご質問があってその時私は ASEAN の,の,アアの中の何度,何度どの側面をお答えしたかちょっと思い出せませんが後で見てみたらその宗教的な面がが違うううかかどという話がありまし ASEAN の,アアの関係を宗教で語るかどうかっていうの議論があって。 えっと、アセアンの、あの、国家同士相互干渉しないで、あの、協力していくっていう、その、形のことを。えっ、ー、と、山陰進む先生が、えー、アセアン、えっ、ー、と、シンボルからシステムへ。だったかな、という本、ずいぶん前ですけども、書いたんです。で、そこでは、山陰先生は、アセアンの国々を、の関係を、その。国と国との関係で、で、あの、説明して、あえて宗教の面は。 触れないつまり宗教の面でなくて説明できるというのがその先生の学説だったんですけどもそれに対する当時の書評の一つで「宗教のことについて触れてないからけしからん」みたいなのがあって、えー、触れてないと触れてないっていうふうになっちゃうんですねでも触れてないとしたら触れてないないの理由があってっていうことがあるんだなと思いましたそれからうん自分を筆頭になんですが 日本人はナショナリズムという概念を捉えるのが苦手な傾向はないですか？思考が停滞してしまう。いやあの苦手なことはないと思います。あの日本人って結構なんかネーションとかネーション自体そういう言葉を使わないかもしれないけど、よその国と比べてと自分たちがっていうことを気にするので、えっ、ー、とナショナリズムを考えるのはあの結構考える人たちじゃないかなと思います。 でもその時に思考が停滞してしまうと思うのはなぜなんですかねそのなんで思考が停滞してしまうと思うのかなって考えるのが始まりなのかもしれません。あの結構あのなんだろうよくわかりません自分がよりどころにして信じてきたものをそうじゃないっていうふうに見る思,思わされると。 ちょっとショッキングショックだったりするのでえそういう時にあの思考が停止停滞しちゃうっていう思いになることもあると思うんですけどもうんと外の世界から見るっていう点もありますし ですね、あのもしかしてあの東南アジアの地域研究って言ってる立場から見るとあの東南アジアの国々についても見たらいいかもしれません比較したらいいかもしれませんよっていうのが正しい答えになるかもしれませんがいやそれでもうまくいくかどうか分かんないんだけど、えー、なんそうですねそのなぜナショナリズムについて考えなきゃいけないのかっていうことをナショナリズムという言葉を使ってどう説明するのかっていうのはちょっと パッと答えは出ませんがでもあの私がこのこの今日お話しして来週の話につなげたかったのは何でしょうその社会がこの人々の生活私たちの生活がですねより良くなっていくためには。 えー、今持っているものだけでそれを守っていくだけでは多分ダメであの今まで自分たちが出会ったことがないもの、まあ、考え方もそうだし技術もそうだしあのいろんなものもも物理的なものもそうですけどそれをうまく取り入れていかなきゃいけないと思うんですね。でそれをどう取り入れるかっていう取り入れ方って結構その,あ,のある意味技術が必要でそれを考えるにあたってまずナショナリズムということをあの。 考えてその上であの来週の、えー、テーマ、うん、すみません何て書きましたね「結と越境が育てるコミュニティ」って書きましたけどもそういうことで具体的にあの私たちの生活に即して考えることができるかなっていうのをちょっと期待しています。 はい、あのー、時間でしょうかねはいなのであのいくつかあの積み残しもありますがあのまた来週まで考えてみたいと思いますんであのよろしかったらまた来週お付き合いいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。